こんにちは、ナフ太郎です。ナーフエリートアルファトルーパー XD を紹介します。アルファトルーパーは一番強いナーフの一角ではないだろうかと言われている名ブラスターでございまして、これ引きやすいんですよね。こんな感じで、もうなんだ、実銃とかモデルガンでいうところのこうショットガンみたいなポンプアクション方式でございまして、でスラムファイア連続発射もできます。で、こうやってスラムファイアできるのもね、最近デルタトルーパーとか売ってますけれども、名前もねちょっと近いんですけれども、この持ち方が本当になんだろうな、こっちよりこう扱いやすいんじゃないかっていう声がねすごく私的には多い気がしまして、でこのアルファトルーパー XD はこう本体がね黄色とか青とかあるんですけれども、オレンジ色でございまして、で威力が確か27メートルぐらいですかね、本来はね。本来はこちら中古で買いましたので、ちょっとね、経年劣化とかいろいろ問題があるかもしれませんけれども、はい、中古でございます。はい、紹介していきたいと思います。このアルファトルーパー CS6、まあ、XD 仕様ということなんで、まあね、すごいんですよね。塗装が右側、左側、全部ね、塗装されておりまして、右も左も完璧ですよね、本当に。でも特徴的なストックがね、またかっこいいんですね、これ。こう伸ばして、折りたためるというね、なんか実銃とかでもこういう感じのありますよね。いや、これ便利なんじゃないですかね。ただちょっとガタつきはありますけれども、そこはナーフでございますから、ご愛嬌というところでございますね。はい、まあ、こんな感じで詰まった時は、引いてもらって、ここからね弾を取り出すような仕組みになっていて、まあ、遊び方なんですけれども、こうねコッキング、してある状態で、引いた状態でこうマガジンリリースボタンをねこうスライドさせて、ちょっと、はい、自重ではマガジンは落下しない感じですね。でマガジンがねこうあるんですけども、こんな感じで6発ですね。付属のマガジンは6発入るマガジンが2つついてくるっぽいですね。はい、私が買った時もついてきたので、まあでも、そういうあれですよね、ついてきた標準でついてきたやつを売ってくれたのかなとは思うんですけども、あら、どうなってる？おお、入った。で、マガジンを入れたら、この戻してもらって、あとは引き金を引くだけですね。じゃあ、せっかくだからね、こういう感じで打ってみますか。扱いやすいわ。やっぱりこの持ち方、すごく力が伝わりやすいと思いますので、まあ、こっちでやるよりこっちの方がねやりやすいなって思いますね。まあ、それがちょっと最強って言われているゆえんなのかなと。アルファトルーパー XD 重量が 706g、 軽いです。3000円で買いました。高いのか安いのかは分かんないです。横が50cm から73センチ、縦が19センチ、初速が20メートルパーセコンドで、劣化してると思います。装弾数が12発、つってもマガジン自体は6発しか入りません。6発入りのマガジンが2つついてきたということで、はい、まあ、装弾数6発ですかね。はい、尾行が経年劣化でしょうか。正直ちょっと悲しいですね。まあでも扱いやすい名ブラスターの一つとしてこのアルファトルーパー数えられておりまして、まあお正月とか休みの日に
バネ交換しようかなとは思うんですけどね。いやでもこれ本当に人気の割に出回ってませんので結構価値はあると思うんですよね。塗装もかっこいいですし、うん、まあ、これでちゃんと威力出てたらな。ナーフエリートアルファトルーパー XD でした。 XD って言っているにもかかわらず、初速がそこまでないという、まあ、これ経年劣化はしょうがないですよね。あとはこうコッキングしっぱなしの状態でね、こうバネにこうテンションといいますか、こうギューッと力が加わった状態がずっと続くとバネがあまり伸びなくなっちゃったりとかいろいろ要因はあるとは思うんですけれども、まあ、こればっかりはしょうがないですよね。新品買えよって話になりますんで、まあ、まあまあって感じで、物自体はすごくかっこよくて塗装もしっかりされていてすごく扱いやすい。単発連続発射スラムファイヤーも搭載しており、こうねストックもなかなかかっこいいですけども、あ、まあちょっとこうぐらつきはねまあ仕方ないかなって思うんですけどもね。あと畳めるっていう点もねなかなかいいと思いますね。まあこれもぐらつきはねご愛嬌ということで、ただ本当にこんな感じでね見た目すごくかっこいいですので、見かけたらね結構手に入れてみてはいかがなのかなって、結構人気ですのでね。あとは中国とかいろいろバネね手に入る方法今たくさんありますので、中身いじったりとかして、まあ、お手入れしてあげることもねナーフは重要なのかなって思っております。そんな感じで超かっこいいアルファトルーパー XD でした。今回もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃまた。